これいけない例やったね、今。ダメな例やったね、今。使ってまずいよ、まずいよ。言っときながら。パロチェロ超絶球。パロチェロ超絶球。パロチェロ超絶球。はい。ということでね、グラスマ、やっていきましょう。いきましょうかね。今回ね、また超絶球が来てますので。はい。猛爆への奇跡？猛爆？かな？ぽいですね。うん。にちょっと挑戦したいなと思います。はい。で、今回ね、まあ、火のダンジョンということで、うん、まあ、水がちょっと多めなんですけど、うん、リナリア、フルム、うん、で、サジェス、ルディアというメンバーでね、ちょっと初見なんでね、ちょっと何がいいんかわかんないけど、そうですね、まあ、とりあえずグラスがあるんで、まあ、配布のね、うん、まあ、前回、あ、以前かな、配布だったよね、うんうん、フルムちゃん。をちょっと連れて、あとは火力でね、ご了承していこうかなと思います。いや、最近大活躍だよね、フルムちゃん。なんかグラスが多いもんね、あの出てくるハンターもね。そう、最近運営グラス好きよね。じゃあ行きましょうか。行きましょうかね。はい。さっきね、あの、12ダンジョンクリアしたばっかだからね。そうなんですよ、疲労感が半端ないですよね。ちょっとね、もういつもだったら寝る時間なんですけどね、ちょっと眠さを抑えつつ頑張りましょう。うんうん、そうですね。なんか、埴輪みたい。なんかあれ。なんか強そうなやつがおる。剣持って。なんか動きはゴリラやけどね。ゴリラだね。これ中身ゴリラだよ。あ、マジで。許すマジやね。そうよ。しばかないとね。しばこ。ワープないんだよね。ワープ、ワープ。うん。どうや。ルディア届かーん。いやー、右残しだよね。近づいてくる系じゃないこの人。ちょっとこの分かんなかったね。サルオくん。うん。でもちょっとこう油断しとったらやられそうよね。うん、そうだね。ゴリラやけん言うても。二刀流だからね。言うても中身はゴリラやけん油断したいけん。あ、やっつけたよ。死んだ。ゴリラの攻撃見てなかったよね。うん。わ、結構火力が。うん、超絶球だもんね。ああ。切り開きますけども。お、ルディア。ルディア。ルディア、ルディア、ルディア、伸びしろ。伸びしろ、ルディア。めっちゃ強くない？ちょっと。お、いいね。これいけるよ。これいける。これいけるね。この感じだといけるよ。ね。お、しかもこうグラスを破壊しながらね。破壊できるかな？どっかで突っかかりそうだけどね。大して破壊しませんでしたね。うんうん、まあいいんじゃないですか。ほら、貫通が動きやすいから。まあ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 、そうやね。ボスゴリラだね。うわ、ウィポンアーツがない。気づいた？え？ボスゴリラだ。あ、ほんとだ。ビッグゴリラやん。ビッグゴリラ。許さんよ、こいつマジで。お前の中身は知ってるんだ。ゆるさん。お、お、挟まりました。ゴリラ、許すマジ。おー。あー、ミリ。でも大丈夫。次ね。お、なんかしたよ、今。何した今。え、何した？魂を預けたよ、今。ゴリラの魂を。よし、使わせんよ。うんうん。そうですよ。やられませんよ。何があるかわからんけね。まあ、本当はそういうのも解説しながら、ね、うんうん、動画にしないといけないんだけどね。そうだよ。もう死にたくないから、一刻も早くクリアしましょう。1秒でも早くね。そうですね、今眠気との戦いですからね、うん、そうですよ。どうしようかな。とりあえずあの角太郎がね、何してくるか分からんけど、うん、そうね、倒しとってほしいよね。うんうん、お、いいんじゃないですか。ああ、鼻に届かず。惜しいね。まだ先は長いから使わんどくよ、うん、そうね。いいですね、いいですね。弱点に当てていくね。うんうん、これはハンデッドさんのおかげですよ、この精神。もうついつい弱点に、ね、勝手に行ってしまうっていうね、もうハンデッドさんのおかげですね。おお。今のはまぐれですね。挟まりましたね。多分憎きゴリラのチロさんの執念。うん。だんだん角太郎の数が増えていってますけど。増えてきましたね。まだいいんですけど、うん、これ使ってもいいんじゃないもん、クジラちゃん。ああ、使う？うん。
ちょっと角太郎怖いしさ。そうね。ああ、そういうことか。まあまあいいんじゃない。まあまあ。これいけない例やったね今。ダメな例やったね今。まずいよまずいよ。使って言っときながら。まあ私だ。うん。かくちゃん倒しときたいけどな。そうやね。おナイス。あ、うんうん。お伸びしろ。あ、でもこれボスの攻撃が。もうとりあえずね、このリナリアちゃんにだけね、確実に当てとけば、うんうん、火力がすごいからね。そうね。超火力ですから。お、これは最強コンボですね。うん。もうユタも次のもうハンタースキルで殺してしまうかもしれないね。そうね。ちょっとボスの攻撃見せて。いや、もう見せられんよね。で、うん、俺がリナリアちゃんが動きやすいようにしたいなって思ったけど難しいな、うん、ちょっと厳しいですね。貫通だからね。あーごめん。いや、いいんじゃないですか。じゃあ私はカクちゃんを避けつつ。そうやね、ボスには一撃を与えてほしいよね。一撃、そうね、せっかく強化したからね。あ、反達、あ、そっか、反達スキルないんか。うん、使いませんよ。お、ナイスナイス。だいぶすっきりしてきましたね。お、いた。やばいよやばいよやばいよ。うわー、カロリー欲しいけど、これリナリアちゃん渡れるんじゃない、あのゴリラの頭。ほんと？うん。お、渡れる？渡れる、ゴリラやけど大丈夫。渡れませんでしたけど。一つ証明になったよ今。ゴリラの頭は通れないっていう。あ、もう勝ちましたね、これは。これは通れませんよね。なんなんやろうね、この火。ちょっと何か分かる前に倒しちゃいますけどね、もう。そうですね。あー、なんかわけの分からないまま。今までの超絶叫の中で一番なんかこう。やりやすかったですね。まあ、ただ、どうなんやろうね。うん。あの後攻撃食らったらそんなこと言ってられなかったのかもしれないね。そうね。痛かったと思うよ、きっと。ちょっと火力で押すのと、うん。まあ、角太郎いるから、まあ、それなりに反射も一人二人いた方がいいのかな。まあでも半々でもまあなんとかやり過ごせましたね。うん、そうだね。なんか意外にサクッと。メテオフォール。うん、なんか新しい武器やね。陸戦砲、メテオフォール。それ気になるよね。かっこいいよね、なんかね。でもなんかね、似たような武器があったよね。こう、ボーンって打ってバチバチバチみたいな。あ、いいね。ドライバーかと思って。うん、いや、俺も最初ドライバーって思って。ね、ドライバーだよ。せっかくなんで、新キャラゲットだけしときますか？どこ？ん？交換所でできるんじゃない？ああ！オービス。オービス。オービス。交換所。あ、いました、いました。うん。え、こんな？こんな陰湿な感じですか？うん、でもかっこよくない？なんか。あ、ほんとだ。声が出ればいいんやけどね。声欲しいよね。もったいない。こんだけ作り込んで声ないっていうのは、なんか。そうだよね。星にでも声があると、結構ね、おってなるんやけどね。うんうん。ちょっとちょっとちょっと。あら、いませんね。火？うん。火。いや、もう増えるとね、大変ですよね、探すの、ね。一番上の層におったよね。え、嘘。あ、いや、火だからさ。あ、そうね。一応ね、確認しておきましょう。お、大型ですよ。久々の大型ですよ。しょぼいこと。嫌いなもの、しょぼいこと。なんかでも男気あふれる感じはするよね。うん、ノリのいいフランクな、そんな感じしませんけど。声が聞きたいよね。聞きたいよね。なんかイメージ的にあのワンピースのゾロみたいな、うん、あ、声質な感じがするけどね。だけどあのおたやんグラスまでも、うん、イマジネーション膨らみますね。うん、そういうことなのかな、もしかして。あ、自分で膨らませと。そう、自分で声を入れろと。そう、なるほどね。それぞれの声、うん、っていうね。はい、ということでね、無事クリアすることができました、初見でね。よかったよかった。うんうん、ま
育ててちょっと使ってみたいですね。ああ、そうだね。また使ってみたとかちょっと作りますかね。うん。うん、はい。では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。